この日は雨の翌々日、日中は気温が高く上がって、夜は蒸し暑さが残りました。日中は、アリの結婚飛行の絶好の条件だったんですけれども、日中に観察に来れなかったので、今回は夜間に、この森へやってきました。目的は、日中もしくは夕方に結婚飛行を行ったかもしれない女王アリの採集です。完全なる暗闇が待ち受ける夜の森へ、いざ足を踏み入れましょう。さあ森にやってきました。空には月明かりがありますが、森の中は完全に真っ暗です。ちょっと怖いですね。懐中電灯の明かりをもとに、いろんな場所を捜索していきます。林道脇、それから地表、何か歩いている昆虫や、アリなどがいないか、いなそうですかね。それから木の幹、こういったところも見逃せないポイントです。いないですかね。じっくり丁寧に時間をかけて、ゆっくりと見ていきます。綺麗な光柱ですね。夜の森は、直射日光がなくて、ちょっとこう湿度が高い、環境だったりするので、こういった土壌生物、これオオムカデですよね。結構大きな10センチ超えぐらいのサイズですけれども、こういうのが、出てきたりしています。まあ、こういうのを見ると、昼間、森に来るのとはちょっとまた違う、違う生き物というのが、見れる、ちょっと実感がこう得られるので、さてではアリはどんな感じなのか、ちょっとそういうワクワクが、出てきますね。まあ、ただし暗闇はやっぱり怖いです。ワクワクと、ちょっとこう恐怖と、この、板挟みの状態の中で、森の奥へと進んでいきます。ミカドオアリを見つけました。これ夜行性のアリですね。暗闇の中に佇む木、ちょっとこういうのも怖いですよね。あ、ここにもミカドウアリですね。夜行性のアリなので、同じ木を、日中に見ても、こういうミカドウアリをほとんど見つけることはできません。でも夜になるとこんな感じで結構いるんですよね。このアリも現在結婚飛行の時期になるので、新女王が出てこないか、ちょっとそれも期待しています。それから近くに胸赤オアリも歩いていました。ちょっとこれ左の前足ちょっと怪我してるみたいですね。で、右からアミメアリでしょうか。単独で一匹歩いてきました。これはオオハリアリですね。朽木の、表面を歩いている、オオハリアリです。まあ、こういうアリの観察をしながら、新女王がいないかっていうのをこう探っていくんですけれども、ここで、おそらく、四つ星オオアリなどの、中型のオオアリと見られる、オスアリを見つけました。これを見つけたことで、あ、今日は結婚飛行が行われてるなという、確信を得ることができました。で、おそらく四つ星オオアリだろうということで、特に四つ星オオアリがよく見つかる木の幹をこういう感じで入念に、見ていきます。なんかいましたね。これがもうまさに四つ星オオアリの女王です。
体長1センチぐらいのアリですが、こう木の幹をですね、こう歩いている、ところというのを見つけることが、できます。で、こういう感じで、こうちょっとこう凹凸のある凸凹した、樹皮のところの、おそらくこう隙間を狙ってるんですね。例えばこういった木の幹にもいそうですね。まあ、こういう感じのデコボコの木ありましたね。これ四つ星終わりで、こう樹皮の下などに、潜り込んで巣を作る、傾向があるので、こういった感じで、地表ではなく、樹皮の間をこう探りながら、結婚飛行後の女王がこう歩いてるんですね。この、タイミングというのが四つ星終わりの採集をするポイントでもあります。これもなんか良さそうな木ですね。いい凸凹があります。いました。四つ星終わりの女王です。結構この森では四つ星終わりがたくさん見つかりますね。でやはり、こうちょっとへこんだところというか、樹皮の下に潜り込もう、そういう、こう意志というか雰囲気が感じられる、この様子ですね。ここにもいましたね。結構ですね、四つ星終わりは歩くのが早くて、一旦見つけても、結構こう早く逃げ回るので、実際に採集するのがちょっと気を使うアリです。でやっぱりこう樹皮の下、そこをちょっと狙ってる感じが見えますよね。でこの木の、根元付近に、四つ星終わりのワーカーが、いくらか歩いてました。おそらくまあ近くに、巣があるんだと思うんですけれども、まあ、このワーカーたちと比べると先ほどの、女王の体格というのが少しこう違いが見えてくるかなと思います。ちょっと山登ってきましたね。遠くの夜景がとても綺麗に見えます。ただ森は真っ暗ですね。足長アリの、ワーカーたちです。林道脇の斜面に、見つけることができたんですけれども、幼虫を加えて引っ越しを、しているような感じでした。結構ですね、こうたくさんのワーカーが幼虫を加えて移動していました。こういう場面を、いくつかちょっと見ることができたので、足長アリが日中ではなくこう夜にこう移動したりするっていうのは意外とこうあるケースなのかなと思いました。こんな感じで斜面ですね。たくさんの足長アリが活動していました。引き続き、暗い森の中を進んでいきます。さあ真っ暗ですが何か見つけれるのではないかと、言い聞かせて進んでいきます。林道脇の、この辺ですね。はい、こう腹部が、出てます。これ撮影をする直前に、見つけたんですけれども、これがちょっと逃げるようにしてこのような状態になりました。黒い腹部に赤い色が見えますね。はい、これは、探し求めていた女王アリ、胸赤オアリの女王です。こうインパクトありますよね。2センチ近いとても大型の女王アリです。胸赤オアリは、この日、地表で、見つけることができました。まあ、一時的にこのように、隙間に潜ったりして、また逃げてっていうのを繰り返してた感じですね。はい、ちょっと捕まえてみましたが、これぐらいの大きさがあります。
赤色も鮮やかですし、とても大きな女王アリです。別の場所でも、林道脇の、柵のところですかね、胸赤割の女王が歩いていました。さあ、懐中電灯でいろんな場所を照らしながら暗闇の中を進んでいきます。こうふと、振り返ると結構怖いんですけれども、ただこの辺になるともう結構慣れてきます。あとは女王アリが一度見つかったということでちょっと気も楽になってますね。いろいろ観察しながら歩いていると、何かの、これ貝殻虫かなんかでしょうか、一匹の虫に集まるケアリの集団です。こういうのもですね、夜の森で結構見られる気がします。さあ、林道のちょっとこう段差になったところ、ここではクロオオアリの巣を見つけました。オスアリが外に出てきてますね。もう、しばらく前に日が沈んで、どちらかというと深夜に近い時間帯なんですけれども、それでもクロオアリの、羽アリたちが、外を伺っていました。さらに進んでいきます。ここでまた何か女王を見つけました。これですね、ミカドオアリの女王です。この女王は、林道脇の斜面で見つけることができました。これまた別の個体ですね。これも林道脇の斜面で見つけることができました。この日ですね、ミカドオアリ結構狙っていたので、うまく見つけることができてとても嬉しいです。綺麗ですよね。ミカドオアリを見つけたところで、そろそろ下山することとしました。森の中へは、4時間ほど滞在したでしょうか。森の中は真っ暗で少し怖いですけれども、それ以上にいろいろな発見があって、そして目的の女王も採集することができました。暗闇の森から脱出した開放感と女王アリを採集した達成感を味わいながら帰宅の途に着きます。ということで、今回はアリの夜間採集の様子をお届けしました。夜の森はより一層注意深く行動する必要がありますが、日中もしくは夕方に飛行した女王アリを採集できる時間でもあります。もし、できそうな方はトライしてみてはいかがでしょうか。では、今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。